皆さんこんばんは、淡井圭介です。本日2024年、3月8日、19時52分、19時30分ぐらいに、青い着物を着た、マスクをした女性に、秋篠宮家の佳子さまですかと、尋ねました。淡井圭介ですがと。もう顔どんどん撮られよう。ちょっと前より。感覚でわかる。もう今はひどい顔になってる。わかってる。で、顔ぐらい一晩寝たら治ります。で、いやもうこの喋り方の方がちゃんと話できるから、普通に喋った方がいいと思う。で、河川水門開始機関発電、地下水流トンネル発電などがあるのに、声をかけたのに無視して歩いていきませんでした。以前もその格好しませんでしたっけ。そこでね、投げ出されても無理だから、で、僕も食料買いに行かんかったら無理だから、で、もう正直、からかいに行くやつおるし、その後、男5人に絡まれてんの。だから、前も言った。言ってるの。で、SD カードで送った。高島屋ルート経由で。で、そこまで言ったら、もうその辺かどうかもうわかんない。僕もはっきり覚えてないから、なぜ、同じようなことしてる。で、もう僕もその人は佳子様かどうかわかんないの。同じようにマスクしてる人がいっぱいいるから。この辺りにばっかり集まってきてんの。で、身長を見たときに、160センチ台だし、これぐらいかなと思ったんですよ。で、ブルネイの、内容も、以前のニュースでしょ、本当は。紀子様が会うって言ってるんですよ。だ子供の頃に、だからもう言葉のパターンがいろいろありすぎて、僕も分からないからね、原因か。紀子様も、結構厳しいことは言ってますから。で、そのマスク、いや、だからもうどこ、その、もうわかんない、もう喋った言葉なのか、今までの。それともその日喋った言葉なのか、それとも頭の中で考えた内容もプラスされていくのか、僕もわかんないから、そういうの、システムがどうなってるのか。紀子様が、会うと言っていた、内容。雅子様は、雅子様には、淡井圭介ですが、もうどうしたらいいかわかりませんって。私もわからないって言ってるんですよ。で、あの動画見たことあるから、前も。あれ、去年、もう最初はいつなのかもう正直わからない本当にこんな無茶苦茶な世の中のことしたらダメダメ僕はちゃんと声はっきりと出てる時に返事声での返事毎回してくれない全員だどういうつもりなんですかっていうことになりますだ今日すれ違った人が、過去様であるのであればだから遊んでいようが何しようが本当は会えるんでしょだから顔が気に入ってるか気に入らなかっただけで、だからそれはここはほうれい線とかのことで寝たら変わるから、あと髪型も髪の毛伸びてきた姉妹だからそういうのは。だからそうじゃなくて、河川水門開始機関発電とか地下水流トンネル、まずみんな話しましょう。まずそこから。もうわかんないルールが。以上、もう長くなるかもうこれぐらいにしときます。以上です。もうこちら SOS です。苦情、もう、自分ではっきりと SOS、こう、言える人の方がいいから、もう、泣いてて、もう何を言ったらわからない状態まで、落ち込んでる状態の時に来たって、絶対あなた助けれないから。自分から、笑いながら声かけるから。それが笑顔の正体。相手が嫌がってる時に笑ってるから。以上。わかんない。こういう過去さんじゃなかったらごめんなさい。だけども、それで本当は、私ですとかなんか言ってたような気がします。わかんない。インターネット記事とかも嫌がらせでそういうのを混ぜてきてるのかどうかも、僕もわからないから、本当に。